2007年11月16日、香川県坂出市で50代の女性と、その孫の幼児姉妹2人が突然行方不明になり、変わり果てた姿で発見されるという事件が起きました。そして事件発生当初、少しでも事件解決の糸口になればと思い、取材に応じた父親だったのですが、粗暴な雰囲気を持つ父親をマスコミは、まだ容疑者も発表されていない段階から父親を犯人と決めつけるような報道をしてしまったのです。しかし警察の懸命な捜査により、ある人物が逮捕されることになったのです。マスコミの報道によって、被害者の父親に対して疑いがかけられるという、深刻な冤罪問題にもなった事件についてまとめていきます。2007年11月15日の午後6時頃から、香川県坂出市にある祖母の三浦恵子さん、当時58歳の家に、向井堂市に住む孫の山下茜ちゃん、当時5歳と、妹の山下彩奈ちゃん、当時3歳が泊まりに来ていました。翌日の午前7時半頃に、母親は子供を迎えに行くために、三浦さんに電話をかけたのですが繋がらず、午前7時50分頃に三浦さんの家を訪れたのですが、いつも施錠されているはずの玄関の鍵が開いており、家に入ると三浦さんも子供もいないことに気がつき、さらに家の鍵は室内に置かれたままになっていたのです。母親は事件前日の11月15日の午後7時頃に三浦さんに、子供の好きなテレビ番組を見せてあげてね、と電話で伝え、さらに午後10時頃には、もう寝るからね、と再び三浦さんに電話をかけており、この時には電話口から、はっきりと子供2人の声が聞こえていたのです。そして午後11時頃には、子供たちの父親の山下清さん、当時43歳が、三浦さんの家の照明が消えていたのを確認しており、さらに翌朝の16日の午前2時頃にトイレに行く時に、2階の窓から三浦さんの自転車が、玄関前に止められているのを確認していたのです。朝方に何かあったのかと不安を募らせながら、家の中を確認すると、なんと寝室から3人のものと思われる血痕が確認され、母親は怪我でもしているのかと驚き、近所の複数の病院に電話をかけてみたのですが、見つからなかったのです。また血痕は寝室だけでなく浴室や玄関にも残されており、さらに証拠隠滅のために寝室のカーペットは切り取られ、血が畳の下にまで染み込んでいたのです。父親は、すぐに近所を探しに出かけ、近所の土手で三浦さんの自転車のワイヤー錠が捨てられていたのを発見したのです。しかもこの土手は普段、三浦さんが自転車では通らないことから、山下さん夫婦は不審に感じ、午前9時頃に坂出警察署に連絡し、3人の行方不明届を提出したのです。警察は、11月16日未明から早朝までに何らかのトラブルがあったとみて、事件前日から犯行時刻に、3人の悲鳴や、争う物音などを聞いた人がいなかったか、捜査を進めることとなったのです。近所に住む人の話によれば、4時から起きていたが、物音などは聞いていない。と言い、別の近隣住人は、午前4時から5時頃に三浦さん宅の玄関の前を通りかかった時には、三浦さんの自転車はなかったというのです。そして午前5時過ぎに車のエンジン音を聞いたという住人と、午前6時頃に、玄関前に白いセダンっぽい車が、停車していたという新聞配達員の証言が出てきたのです。毎朝新聞を配る配達員によれば、今までに見たことがない車だったといいます。さらに今度は男性の声を聞いたという人も出てきたのです。また午前7時半頃には、父親が三浦さん宅の玄関が開閉する音が聞こえたので、外に出ると玄関前には、やはり三浦さんの自転車はなかったのです。これらの証言から、午前4時から午前6時頃にかけて、何者かが3人を襲って連れ去ったと考えられ、さらに室内が荒らされた形跡がなく、財布などの金品類も残されていたことから、警察は顔見知りによる犯行とみて捜査を進めることとなったのです。すると11月17日の午後4時ごろ、自宅から亡くなっていた三浦さんの携帯電話の電波が受信され、三浦さんの携帯電話にかけると、呼び出し音が鳴り響き、留守番電話サービスに接続されたのです。しかし午後7時になると、三浦さんの携帯電話の電波が途絶え、電源が切れた状態になり、電池が切れたか、犯人によって意図的に電源が切られた可能性があると考えられました。11月18日に香川県警は捜査本部を設置して、本格的な捜査を開始し、翌日の11月19日には、DNA 鑑定により、寝室に残されていた血痕は3人のものであることが判明しました。そしてこの事件は、当初からマスコミの関心度が非常に高く、報道が盛んに行われる中、父親の清さんは、積極的にテレビの取材に答え、
とにかく早く帰ってきてほしいと訴え続けました。父親は家族の捜索に少しでも役に立てればという気持ちだったのですが、スキンヘッドの風貌と独特の語り口から表情がテレビで映し出されるたびに、視聴者の中にはなんか怪しいのではという噂が広まり始めたのでした。山下清さんは昭和の画家、山下清さんと同姓同名で、さらに風貌が似ていたため、ネット上では画伯と呼ばれ犯人扱いされていたのです。このような状況に陥ったのも、一部のテレビや週刊誌報道などが父親が疲れからマスコミに憤る様子を中心に扱うなど、犯人であるかのように印象操作が行われたため、父親が冤罪を着せられる事態に発展したのです。またこのような過熱した報道を見たネットユーザーからは、父親を犯人扱いするような書き込みも増え、父親が逮捕されないことや県警の捜査に疑問を呈するものなどで溢れたのです。テレビや週刊誌などが父親を犯人扱いする中、捜査本部は着実に捜査を進め、顔見知りによる犯行と見ていた警察は、三浦さんと生前に金銭トラブルを抱えていた人物を突き止めたのです。それはマスコミの予想を裏切り、三浦さんの妹の夫である川崎正則、当時61歳だったのです。警察は任意で事情を聴取したところ、川崎は犯行を認める自供をし、11月27日午後9時30分死体遺棄容疑で三浦さんの義理の弟川崎正則容疑者を逮捕したのです。川崎は11月16日午前3時45分頃に三浦さん宅の玄関の鍵が開いていたので、そこから侵入し、持参した包丁で犯行に及び、さらに3人の遺体をワンボックスカーに積み込んで坂出港の岸壁近くの資材置き場に埋めたと自供したのです。そして川崎の供述をもとに遺体を捜索したところ、11月28日に3人の遺体が坂出港近くの資材置き場に埋められた状態で発見され、さらにその現場の近くからは切り取られた寝室のカーペットも発見され、凶器は山にある墓地から見つかったのです。そして司法解剖の結果、亡くなった3人は失血死と断定され、12月18日、警察は川崎を殺人容疑で再逮捕することとなったのです。そしてテレビや週刊誌に犯人のような扱いを受けた山下清さんは、ニュースで事件の報道を見ることができなくなり、人生において忘れることのできない心の傷を受けたと明かしています。違うと言っても、話したことがどんどん怪しいように受け取られ、家族全員が白い目で見られた。真犯人が出てきても、こちらの傷は一生消えない。実はあれ以来、テレビで事件報道は見ないようにしている、と語っています。見た目や話し方だけで、こうした冤罪を生んで、何の罪もない人の心に深い傷を負わせてしまうこととなったのです。そしてなぜ川崎がこのような犯行に及んだのかというと、三浦さんは当時、多額の借金の返済に追われており、川崎の妻、三浦さんの妹からもお金を借りていたのですが、返済が滞っていたことや、さらに川崎の妻が三浦さんのために消費者金融からお金を借りて返済に追われていたことを知って恨んでいたのです。そして川崎の退職金を借金の返済に充てたということもあり、三浦さんが自分の財産を横取りしようとしているのではと妄想をし、三浦さんの命を奪う計画を立て実行に及んだのですが、犯行現場をその日泊まりに来ていた幼児姉妹2人に見られてしまい、事件が発覚するのを恐れて幼い姉妹の命までも奪ったのです。そして2008年7月17日に川崎被告の初公判が高松地裁で開かれ、弁護側は川崎の知的能力や精神能力が平均に比べて低いと述べ、犯行時の責任能力は精神鑑定で明らかにするべきだと主張し、高松地裁は精神鑑定を行うことを決定したのです。しかし検察側は、犯行は計画的で、発覚を防ぐため幼い姉妹の命を奪うことは卑劣極まりなく、犯行は計画的で行動を制御する能力に障害はなかったと、犯行時の川崎には完全に責任能力があったとし、死刑を求刑しました。さらに検察、弁護側双方が推薦された2人の鑑定人は、知的レベルが低いことは認められましたが、刑事責任能力は完全に認める鑑定結果が出されたのです。そして2009年3月16日、検察の求刑通り川崎被告に死刑の判決が下されたのですが、弁護側はこの判決に対して即日高松高等裁判所に控訴したのですが棄却され、さらに上告しましたが最高裁判所にも棄却され、2012年7月12日に川崎の死刑が確定されました。そして2014年6月26日、
大阪拘置所で川崎の死刑が執行されたのです。これで事件は収束しましたが、犯人扱いをされて幼い子供2人と義姉を失った清さんの心の傷は一生癒えることはありません。2人の子供と義姉の命を奪われただけでなく、父親である自分が犯人だと疑われることがどれほど辛かったかは想像もできませんが、こうした冤罪被害を起こさないようにするためにも、この事実をしっかりと受け止めなければなりません。この事件の被害者のご冥福を心よりお祈りいたします。